いいですけどね。セクシャルですね、この子。あ、再生金とかじゃなくて普通に現金くんない？はい、どうも皆さんこんにちは、ごきげんよう、ミーソンでございます。今日も元気に鋼のマリアと千円の学者の2000円でのイベントストーリーを読んでいきましょう。ただいま時刻は深夜2時51分、深夜の目覚ましテレビみたいな言い方しちゃいましたけど、お昼に撮ろうと思ったら完全に昼寝をしていました。怠惰怠惰ということで、第2話新進気鋭の印象派読んでいきましょう。ちょっと動画投稿自体少し久しぶりなんですが、まあね、春先ということでドタバタしがちですね。高吉部はグラウンドでひとしきり運動競技に精を出した後、校舎内に移動してしとやか組の学芸展示を見て回っていた、ね、前回は外で運動という感じだったので、今回は中、お嬢様学校らしからぬ派手さ。何これ、マジで高校生の文化祭っていう感じ。何何、貴族制度がもたらす社会的功罪。学生らしい着眼といえば聞こえは良いが、学術的観点から見れば取るに足らん子供の感想文だ。35点。これ他の生徒が提出掲示してるやつをユニー博士が採点してるの。アストライア大陸の植生分布に見る自然の変容か。既存の学術書を丸ごと写経したような内容だな。こんな手垢まみれの題目で自由研究を歌うとは肩腹痛い。8点。同じ学生の身分でこんなことしていいのか。なんかユニ先輩、壁に貼られた学芸展示を睨んでブツブツ言ってますけど。印象か。しかも偉い辛口。敗戦、それ味方のやつじゃん。採点すんならもうちょっとお手柔めにしてあげてくんない？確かにしとやか組のやつやもんな。そりゃ投票権があるというなら、しとやかの生徒にはみだりに満点を乱発してやるがな。残念ながら審査員は僕ではない。審査員。周知の通り声楽祭の演目はざっくり2種に大別される。屋外での運動競技と屋内での学芸展示だ。運動会的なやつと文化祭的なやつですね。俺さ、これ前にさ、運動会と、そういうやつって言ってたもんな。ごめん、俺前さって言おうとしたけど、そういえば運動会と文化祭が一緒になったみたいなやつって言ってたね。前者については説明不要だろうが、後者にくくられるものは多岐にわたる。学術系の研究発表であったり、芸術系の作品展示であったり、また社会勉強と来賓のもてなしを兼ねた模擬展形式での出展もある。全然関係ないけど、多岐にわたるの渡るって口角やな。確かにあれやな、あのフルーツポンチのさ、村上の相方の渡りってこの字やもんな。渡りって口角やな、渡る。まあ運動系はシンプルにうちらの出した順位とか結果がまんま得点になるわけじゃん。でも文化系の方はなんだ、お客さんによる投票制っつうの。うむ、生徒たちの作品を鑑賞した父兄や来賓が指定の持ち点を配分する形で点を投じるというシステムだ。なんかそう、運動系やったらね、順位とかで簡単に点がつけられるけどね、これそうか、マジでこれ独断と偏見っていうところが大きいよな。てかあの、いつも僕思うんですけど、あのフィギュアスケートの点数ってあるじゃないですか。あれって完全にさね、身内点みたいなのあるんじゃないかなって疑っちゃうんよな。さすがにあの審査員側からしたら、あくまで公平な目で見ようっていうのはありつつも、ちょっとその選手と近しい中である人は若干その点数をあのよくつけたりとかしちゃうんじゃないかなって思っちゃうけど、ね、でも逆にあれか、点数をよくつけたらあいつ仲いいからってひいきしてるぜって思われるから、逆に辛口につけたりとか、ね、でもどちらにせよそういうね思惑があったりなかったりしそうですけどね、フィギュアスケートの採点ってあれどうなんだっていつも思ってます。来賓の中でも教育関係者は頼り持ち点が多いなどといった細かいレギュレーションはあるが、まあ概要は大体そんなところだ。なんか 人によってこの点数に差があるっていうのなんかで、あれを感じるな。何とは言わないけど、あ、この小論文ミーコさんのだ。ミーコさん、シエル君の年上の友人だったか。確か彼女もしとやか所属だったな。
研究テーマは王都の発展と地方都市の変遷。へえ、意外。なんかちゃんと問題提起してる。中身は、なんかみんな題材というかタイトルはそれっぽいな。ああ、うん。やっぱ意外じゃないですね。時数稼ぎに何度も同じことばっか必要に繰り返してるあたり、とてもミーコさんらしい要点を得ない仕上がりです。ボカロ曲の歌詞みたいなね、何回も同じこと言うみたいなね、カナブーンみたいな、ないものねだりみたいな。作文あるある、分かりみしかない。運動競技で劣勢だった分、学芸展示には期待していたのだが、いよいよ大丈夫だろうか我がしとやか組は、うん。実は問題児ばっかで固められてんじゃないのこっち。これあれなんかな、なんか1組、例えば1組はこっち、2組はこっちとか言うんじゃなくて、もうほんまにそのなんていうんかな、クラスの中でね、しとやかともう片方で、あのなんかで、ね、結構分けられてるんかな、細かく。そういうクロエ君の自由研究は、うん、これか。王族マンドラゴラの観察日記。あれ、まあれ、このマンドラゴラは、え、ある日、私はお腹が空いていたのでお店屋さんに入りました。うん、およそ学術論文とは思えない牧歌的な書き出しだ。牧歌的な書き出しって言われるのめちゃくちゃいいな、面白い。エッセイかな。いいから、音読しなくていいから。いや、あんたも黙読ならいいって意味じゃないから。ああ、もうマジ勘弁。うち作文とか苦手なんだよ。いやー、これね、僕さっき言おうとしてたよね。ユニちゃんはまあ普通に硬い文章書けそうやし、チエルちゃんも勉強得意みたいな描写があったから、まあまあっていう感じなんやけど、クロエちゃんどうなんだいっていう話をしようと思ってたらこれですね。だろうな。作文と論文の区別がついていない時点で概ね察しはつく。でもチエル的には気取ってなくて可愛い文章だと思いますよ。確かにね、変に硬い言葉を使おうとしていないというね、自分の背の丈というか見丈にあったようなね、いいですね。こっちは100気取りに行ったつもりなんだよ、これで。え、ごめんごめん、このことを今のセリフクロエちゃん聞いてたらマジで怒っちゃうね。ごめんごめん、マジでクロエちゃん。人にはそれぞれ適性というものがある。端的に言えば向き不向きだ。クロエ君はすでに運動競技で十二分に能力を発揮している。今日に限ればそれで良いではないか。確かにね、こっちはユニちゃんの本分やもんね。慈悲深めの否定やめてもらっていいすか。そろそろガチでいたたまれなくなってきたんで。それじゃあ口直しにシエルの書いたやつでも見てってください。いや、どうなんだね、これ逆のパターンあるような、タイトルめちゃくちゃなんかこの普段のチエルっぽいけど中身ガチガチの論文みたいなパターンありそうですね。誰が口汚しやねん。ほほう、これがチエル君の小論文かね。テーマは、うん、通信魔法の未来とコミュニケーション概論。おう、そうです。大人の人たち、そういう学生らしいテーマ大好きじゃないですか。確かに現代的ですね。ふむふむ、演劇法にのっとった整然たる論調だな。主題も明確で筋が通っている。端的に言って批判するところがない。え、そういや、このピンク見た目に反して成績優秀だったな。ピンク髪で巨乳でバカじゃないことってあるの。まあ学校の授業で書かされる小論文なんて減点法ですからね。公平に客観評価を重視する以上、採点基準も透けて見えるし、最小公約数的に逆算すればいい論文程度は簡単に書けますって。ああ、何何、急にあの強調の鍵括弧とか使うな。急に言うな、うるさい。ああ簡単の定義おかしくね。ちなみにしとやか組の大本命ユニちゃん博士の論文はどれです。確かにね、ここまで辛口で35点8点とか言っとってね、どうなんだいと。論文、いや僕は提出していないが。え、あ、なんでよ、パイセンの得意分野じゃん。そこはサボり癖出すとこじゃないでしょ。お前で出してなかったらクロエちゃん以下ですけど。いや、サボりも何もユニ先輩っていつも授業出ないで論文書いてるんですよね。それ出せばいいだけの話じゃないですか。どうだろうか。
僕にはその選択肢があったと思えない。なぜなら、世界はそうして今日も回っているんだ。クロエ先輩、あの子何言ってんすか？いよいよ我が軍アレナ生徒の寄せ集め疑惑が真実味を帯びてきたな。では、他の学芸展示も視察してみるとしよう。そうだな、次はどこへ。今の話終わりかい。これでこちらは生徒たちの手によるアート作品の展示教室になります。私たちのみずみずしい感性をどうぞご覧になっていってくださいまし。自分らの感性のことをみずみずしいってね、言うの、まあまあそうやけどね、若いものですから我々。聞いたかね諸君、これはいいぞ。血の気の多い君たちに足りないのはアートに触れる心の余裕だ。いざ芸術のほとりへ行くぞ。弱敗たち、我に続け。クロエ先輩、マジで何言ってるんですか、あの子。大丈夫アート。このブースがしとやかの生徒たちの作品群か。これは、うん、どうなのこれ。でもなんかお嬢様たちってやっぱりね、自分の家庭にいろんなものがあるから、いろんなアートに触れてきてすげえ多感そうですけど、どうなんですかね。すごい言葉を濁しまくってるけど。いや、うち芸術とかミリも知らんし、自分で絵とか描けるわけじゃないから、こういうこと言うのもわりかしあれだけど、うん、ぶっちゃけ下手くね。下手？芸術の本質は高説にあらず、寛容なるは鑑賞者の心に届くか否かなのだが、うん、そうですね、鑑賞者の感想っていうならどれもこれももうちょっと頑張りましょうって感じですかね。なんかアートってすごいね、正解があるわけじゃないのにね、もうちょっと頑張りましょうとみんな簡単に言えてしまうぐらいの不正解感あるの。あのさ、え、待って、やっぱこれおかしくない？いや、半分シャレで言ってたんだけど、なんかマジでチーム分け作為的なんじゃねって気してきた、うん、厳正なる抽選の結果というのは生徒会の虚偽で、実際は成績の優劣による選考制だったということかね。でもユニちゃんもチエルちゃんも成績いいんじゃないの。まあそれはそっちとして、そうか、ね、敵対する方に持っていかざるを得ないもんな、こっち、ね、この成績いい2人がいるプラス、あとはもうね、残念な成績の人たちで集めましたってこと。え、正義の生徒会とか自称しちゃう潔白縛りの人たちがわざわざそんな絵に描いたようなチャチン不正します？いやでもこれとか見てみ、マジありえんできちゃう。してほしいな、見たい。お、マジあるの？あ、うわ、なんですかこのブサイクな粘土像、顔面誘拐してるじゃないですか。顔面、いや顔面なのかな、そもそも。でもありな気するな、これはこれで。どうだね、何を作っているのか。あ、でもこれ制服っぽいな、これ制服こんな色やもんな。でピンク髪でしょ、これは何。八九時迷いみたいなあるけど、物語シリーズのアイキャッチというか、極端にデフォルメされた描写の時の目とリボンしてるけど、どういうこと。少なくとも生徒の中に黄色い耳の生えた、ね、獣の耳が生えた生徒はいなさそうですけど。怖っ、これはひどい、子供泣くぞ。むしろキッズの真っ白な心にドス黒目のトラウマを植え付けたい的な作者の悪意さえ感じるわ。劇団犬カレー的な。そもそもこれ何ですか、悪魔本領。さあ、この世のあらゆる最悪を具現化した呪われし異形とかじゃね。仲良し部のみんなに似てる。ちょ、先輩演技でもないこと言わないでくださいよ。世界の美少女チエルンが呪われし異形なわけないじゃないですか。しかり、解釈は鑑賞者それぞれの感性に委ねよう。芸術は受け手の心を揺さぶった瞬間にこそ完成するものだ。僕は送り手としてあえて語らず黙しておくさ。ん、呪われし異形の作者ここにいた。やっぱりこれ真ん中ユニちゃんか、でこれがチエルでこれがクロエか、君か。
まあ、正直そんな気はしてた。あ、どっかで見覚えのあるキャラデザだったし、右上に書いてたね。そう、画面をもっと俯瞰で見ないといけなかったね。ユニちゃんズって書いてたね。作画崩壊にも程なくないです。僕は印象派だからな。心得のないものにはそうも見えよう。だが目に見た景色をただ再現するだけなら転写魔法でこと足りる。芸術の必然性とは心に感じた手触りそのままの発露だと思うのだよ。つまりユニちゃんは論文でなくこっちのね、アートの方で提出してたから論文を出してないってこと。そうなんだ。クロエ先輩、何飽きてるんですか。ちゃんとユニちゃん先輩の長いボケに突っ込んであげて。え、特にボケた覚えはないけど。そもそもなんでユニ先輩は日頃の真面目な研究チャークでこんな前衛的な悪ふざけを出展しちゃったのよ。確かにね。言ったろ、大いなる真理を前に選択権などないのだ。学びから逃げた今日の僕はもはや学者でも賢者でもない、新進気鋭のアーティストとでも思ってくれ。無茶な。新進気鋭のアーティスト、うん、サインいる？サインいる、欲しい。おい、やべえぞジエル、こっちの手札マジで終わってる。カード運どうなってんだよ。不思議なぐらい最悪ですね。それに引き換え向こうの清らかブースはといえば、こっち唯一ユニちゃんの論文でね、あの親御さん方の得票数を稼いでそうだったのに。でもなんかユニちゃんが親御受けするような論文を書けるという感じもしないけどね。どうなんだ。ほう、ここに並んだ作品はどれもなかなかよくできている、うん、学生レベルでこれは大したものですぞ。しかるべき評価を与えねばなりませんな。向こうの島はめちゃくちゃいいのが並んでるんや。こちらは芸術科目で優秀な成績を収めている生徒たちの作品です。先生方には必ずやご満足いただけると確信しておりました、うん、あ、もうこれ間違いないわ。あ、やってんなあいつら。ね、なんか成績優秀者をって言ってたけど今。やってるな。明らかにやってる。端的に還元すれば確率操作だ、うん、なんかこの前話題になってたどっかの雑誌の検証、何年間もずっと当選者になんか当選しましたっていう発表もなんていうんやっけ、そう、当選をなんか発想を持ってあの当選となんか控えさせていただきますみたいな、当選発表とよ、いやね、変えさせていただきますみたいなことを言ってたんだけど、何年間も結局ずっと商品を発想一つもしていなかったみたいなのがバレて怒られてたのがあったけど、そういうこと。ずっちいな生徒会、こっちは不正なんか考えもしないで先生堂々戦ってるっていうのに。うん、秋野さんに不正させようとした件は確かにね、お金で全てを解決しようとしてたけど、未遂に終わった不正は不正ではない。後輩、今我々は大人の話をしている。子供はあっちで体育の自習でもしていなさい。ジエル、不正なんて絶対許せません。頭きた、出るとこ出ましょう。海底です海底。そうは言っても今は状況証拠しかない。編成の極端な偏りも確率論的には決してゼロじゃないからな。生徒会があくまでも抽選の結果だと言い張ればそれで平定だ。確かにね。まあ確かに、ユニ先輩もさっき替え玉がバレかけた時、証拠はあるのかねの一点張りで無理くり逃げ切ったっすもんね。確かに、こっちがやったことをね、相手にも同じことをやれるのかっていう話。え、なになに、ユニよく覚えてない。ワンオクターブ高え。わあ、これは素晴らしい。え、なんかめちゃくちゃここ二人の衣装の雰囲気違いすぎて面白いな、この落差。あ、なんだこのおっちゃんたち、いきなり横から。はあ、なんということだ。我々のような凡人では今この感銘を表す言葉が見つからない。賢者みたいな人がベタ褒めしてるけど、ユニ先輩のブサイク粘土層、通称ユニアートにかぶりついてわなわな震えてますね。
先生方、お出口はあちらですけど、いかがいたしまして？おいおい、君は意地が悪いな。我々に散々よくできた秀作ばかり見せておいて、まさかこのような本物の芸術を隠していたとは。お、芸術だ。本物の芸術？いえ、ですがそちらに並んでいる作品は全て成績不良者の。おいおい、口が滑ってるぜ。出来不出来で芸術が測れるものですか。こういう型にはまらない唯一無二の感性こそ我々が見たかったものです。お気づきになられたか、個人なかなかの審美眼をお持ちだな。本人目の前におるんやもんな。めちゃくちゃそのね、二人からしたら光栄なことよね。作者がなんと目の前にいるんだぜ。ん？なんだこの下り顔の児童は。下り顔の児童、小等部の生徒か。それにつけても、ああこの作品は一体何なのだ。とてもおぞましいのに不思議と目が離せない。ええさながら痛む虫歯をつい舌先でついてしまうようななんとも悪趣味な中毒性があります。まさに魔性の芸術。この痛む虫歯を舌先でついてしまうようなっていうこの言語センス素晴らしいな。今感動したわ。なんていうかこのシナリオライターに僕今感動してしまったな。ね、このね言い方というか例え方すごいね。例えね、めちゃくちゃいい例えやな。言えてみようというか。ちょっと何言ってるかよくわかんないですけど、とりあえずユニアートがあまりに不細工すぎておじさんたちの壺に入ったってことみたいですね。うん、あれね、一生いいもんばっか食ってきた金持ちが生まれて初めてのジャンクフードに心躍らせる的な。ああおぞましい、素晴らしくおぞましい。私はこの悪魔の像に満点を投じるぞ。まあうまくコメントできなかったけど、このね、金持ちが生まれて初めてジャンクフードに心躍らせる的なっていうね、このお嬢様あるあるみたいなの僕めちゃくちゃ好きで、なんかお嬢様がなんか普通の高校生のとなんかお嬢様がすごく関わる機会があって、ごめんこんなものしかないけどつって高校生がお嬢様にジャンクフードというかカップヌードルを食べさせて、なんですのこれ、いやこれお湯入れて3分待てばラーメンが食えるんだよ、 ラーメン私食べたことないですわみたいな、これ3分待てばいいですのつって正座してカーペットの上で待ってて、まだですのまだですのって言って、いやそんなずっとガン見しながら待たなくていいよつって食べて、なんですのこの味はみたいな、そういう描写あるじゃないですか。あれ僕めちゃくちゃ好きなんですよね。例えばどういう作品でそういう描写があったかって言われると全く思い浮かばないんですけど、僕はそういう描写がすごく好きです。おしまい。いやいや、悪魔など到底この作品のおぞましさを形容するには足りますまい。私もこの名もなき芸術に満点を投じますぞ。満点？君の持ち点すべてよってこと？え、マジ？あ、いや当然の結果だがな、もはは。本人ビビってるけど。やりましたね、ユニ先輩。あのおじさんたちがたまたまゲテモノ好きのマニアック趣味だったおかげで救われましたよ。ありがとう、ゲテモノ好きのマニアックおじさんたち。誰も味方がいないな。どうやら我が軍にも勝負の流れが来たようだな。諸君、勢いに乗じてこのまま清らかを逆転するぞ。おお、これヤンキー漫画の王や。奇跡起こってるな。特にこれといった策は何もない仲良し部だが、とりあえずノリと勢いに任せて盛り上がるのだった。こんな内容のない締め方ってあるか。こんな内容のない。お会長、申し訳ございません。私の失態でミスミスひとやかに点を流してしまいました。いやメガネめちゃくちゃ可愛いな。似合うなこれ、すげえいい、結構です。現在の戦況報告を。うん、はい、しとやか244点、清らか274点です。お、迫ってる。そうですか、そろそろ決定的な点差をつけて引導を渡して差し上げる予定でしたのに、しぶとく食らいつくものですね、仲良し部を名乗る帰宅部の方々は。うん、申し訳ございません、
会長の完璧な計画がゲテモノ好きのマニアックおじさんたちのせいで。君らも言ってるんか、ゲテモノ好きのマニアックおじさんって。迂闊だったのは私です。来賓の中にゲテモノ好きのマニアックおじさんが混在することぐらい生徒会長として当然把握しているべきでした。君たちずっと大人のことをバカにしてるな。君ら、ね、仲良し部側もこっちの真面目側もずっとバカにしてるな大人を。あの会長、私からもご報告が、うん、その例によって保護者会や OG 会から学院の風紀を問う陳情が。今期の生徒会は何をしているのだと。あ、こっちまで飛び火が。どこの大人も好き勝手にわめいてくれるものです。しかし全てはこの勝負を下せば解決する話。この勝負とは。しとやか打倒の筋書きは都へ旗へに編み込まれています。多少の誤差で瓦解するものではありません。このまま勝利を収め、私たちの手で学院の風紀を守ります。この総合的な勝負ってことね。次のね、何かなんていう種目的なで勝つというわけではなく、とりあえずこの総合的なあれで勝てば大丈夫と。はい、もちろんですわ。完璧なるマリア会長。美徳と悪徳は表裏一体。教務主任が彼女たちを容認しているのには理由があると言っていました、うん、私は認めません。正義の名のもとに必ずや断罪してみせます。滅ぶべし仲良し。ああ、いえ、そう名乗っている帰宅。君もめんどくさいな性格が、君ももう楽になりたいでしょう。はい、ということで今回ありがとう忍ぶのメモリーピース。今回何これ、気になる。いやーめっちゃ野良と王女と野良猫ハートみたいな。ちょっと待って、マジか。今回ありがとうございました。第2話新進気鋭の印象派ということで、ユニちゃんのアートが奇跡を起こしました。次回第3話起死回生のパンダと桜。マジ何これ。ちょっとこの後またすぐ収録します。これが見たいので、とりあえずありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。さようなら。